今度はまた別の走り方を鹿島が見せてくれるようです。ではまた皆さん鹿島にご注目ください。スタート。今は正面を向いていますが、一体どんな走り方なんでしょうか。今度は直線ではなくて走りながら曲がっていますね。走りながら曲がるということは体を内側に傾けて上手にバランスをとっています。アシモがこのように直線と走りながら曲がるという2つの走り方を今見せてくれました。でもそもそもどうしてアシモを作った研究者はアシモを走らせることにしたんでしょうか。私が皆さんの生活に合わせるには動きをスピードアップすることと